はい、皆さんこんにちは。肌の再生医療の北条元春です。肌の再生医療という培養皮膚を使ったエイジングスキンに対する、治療を20年間やってきた中で、気づいたことをお話ししております。今日のタイトルはですね、機能性化粧品というものについてお話ししようと思います。機能性化粧品というのはどういうものかというと、シワが消えます、シミが消えます、たるみが引き上がります、いわゆるある機能を持った化粧品のことなんですね。もちろんその薬機法では化粧品に機能は謳えないので、まあそれらしいことを匂わせたようなものも全て機能性化粧品に入ると思います。それから医薬部外品の化粧品も機能性化粧品に入るかというふうに思います。まず最初にお話しするんですけれども、まあ機能性化粧品には注意が必要。全ての化粧品についてダメ出しをしているつもりではないです。なぜかというと、私自身リップクリームも使うし、顔のキュレルというものも使いますし、いろんな化粧品も使いますので、化粧品は非常に日常生活を豊かにしてくれるもの、医薬品とは違った役割があるもので、非常に私自身も重宝しているし、化粧品なしで生活している日本人など一人もいないと思いますので、その辺は誤解がなきよう、機能性化粧品には注意という私の動画を見ていただけるとありがたいと思います。機能性化粧品というのは、その医薬分外品であっても、どのような宣伝をするようなものであっても、消費者がシワが取れるとか、シミが取れるとか、そばかすが取れるとか、そういうようなある医学的な機能ですね、薬理学的な作用を化粧品に求める、もしくはそういうような機能を表示する、直接的、間接的に表示しているものだということを冒頭にも挙げたんですけれども、まあ化粧品市場って今マチュアな市場というふうに言われてます。非常にそのレッドオーシャンとも言うんですけれども、非常にプレイヤーが多くて、非常に選択肢が多くて、まあ1兆円の市場とか言われてるんですけど、非常にマチュアな市場で成長がそんなに見込めない市場なんですね。最初にも言ったように、化粧品を使ってない人はいないでしょうっていうぐらい非常に我々の生活に浸透してきていて身近なものです。マチュアな市場なんですけれども、機能性化粧品市場ということだけに限って言うと、だいたい年 5% ぐらいの割合で拡大してるんですね。非常に、化粧品という市場というマチュアなそのレッドオーシャンにしては比較的こう成長が見込める、各企業が進出しやすい状況だというのがあります。で、機能性化粧品ですので、やっぱり実験結果を謳わなきゃいけない。何かの成分を入れなきゃいけない。自分たちの特許を取って、例えばシミを取る機能とか、シワを取る機能みたいなもの。まあ具体的に言うと、シワを取るであればレチノールですね。シミを取るのであればビタミン C。それから問題になったら、ロドデノールという、その、白斑、まあ色が抜けてあるということで、金棒化粧品さんが特許を取ったロドデノールという成分とかですね。何を言いたいかというと、その化粧品会社、まあ化粧品業界、非常にマチュアな状況で、機能性化粧品、シミを取る、シワを取るという市場が非常に有望な市場なので、各社しのぎを削って、その機能を表すような物質を探しています。その探す方法っていうのは多分製薬会社だと一緒だと思います。もうしらみつぶしというような言葉が、昔はその製薬会社でも化粧品業界でもしらみつぶしに土壌から菌を取ってきたりして、ある物質を動物実験していって薬理効果があるものをピックアップしてそれを製品化していくということをしました。今は分子レベルで、まあスーパーコンピューターを使ってですね、例えば、チロシナーゼの部分の、リガンドの部分に合致するような化学物質を持ったやつをレセプターですね、作っちゃうみたいな、そういうようなものもありますけども、基本的にはしらみつぶしに物質を見つけていくという方法は製薬会社でも化粧品会社でも取られています。で、まあ、金坊さんのロドデノールは非常に有名なので、これを例に例えて言うとですね、機能性化粧品、非常に市場が伸びている。じゃあ何か物質を配合したい、その物質を見つけろということで、ロドデノールという物質を見つけた。これは動物実験では、メラニンの過剰生産を予防する効果がある物質ということで植物界の中から見つかったそうです。で、製薬会社も糖尿病の薬とか、
高血圧の薬、血圧を下げる薬とか、そう、同じような手法で見つけます。例えば青魚の成分の何が、高脂血症に効くとか、そんなような成分で、化粧品会社も製薬会社も同じようにして、ターゲットとなる物質を見つけます。それから、ある有望な物質が見つかった時に、動物実験をします。臨床前実験というんですけれども、製薬会社でも化粧品でも臨床前実験ということを行って、あ、これメラニンを取りそうだな、あ、これ血糖値を下げそうだな、高脂血症を下げそうだなということが分かったら、今度は、実験、まあ、動物実験から、人体実験に行くわけですね。で、化粧品会社と製薬会社でここで大きく違うのが、安全性さえ確認できれば非常にハードルが低くて、まあ、化粧品の中に含めるものであれば、その薬理作用が出ない範囲に調整したものを、まあ、厚労省に届け出て、まあ、薬品よりも非常にハードルが低い状態で化粧品の成分として認められるというのがあります。一方ですね、例えば、ロドデノールがもし医薬品としてシミを取る薬として市場に出そうというふうに金坊さんが決断したならどういうようなことをするかというと、第1層臨床試験、第2層臨床試験、第3臨床層臨床試験というものを経てローンチされています。ただ化粧品成分で行こうといったことに、この第1層、第2層、第3層の臨床試験がスキップされて安全性だけある程度担保されたら化粧品に混ぜるというような方法を取りました。で、医薬品の場合にはですね、第1層というのは健康な人に投与して健康被害が起こらないか、で、第2層というのは美白だったり色が黒い人とかそういう人に対して投与する。で、有効性と安全性を確認する。第3層というのはもう大量に使ってもらって大規模調査をする。その上で、薬価収載されるみたいな、そういうようなフェーズなんですけども、薬の場合には、例えばロドネノールが美白の薬として承認されるということであれば、今回の事故は絶対起きてなかったと思います。なぜかというと、第1層、第2層、第3層のどっかで引っかかってるはず。ただ、化粧品の成分として売っていこうというふうに決断した。それから、金坊さんですので、薬品を作るという発想はなかった。当然、その有効な物質を見つけるのは、製薬会社も化粧品会社も同じような過程で見つけるんですけども、それを市場に出す時点で、薬品と化粧品では大きな違いがあったということが背景にあると思います。その上でですね、機能性化粧品には気をつけろというのは、こういうような背景からあります。もう機能性の美白の薬品であったら多分第1層、第2層、第3層、非常に大規模な調査、安全性、有効性、副作用まで調べられて世に出るんですけども、そういうものをスキップしている機能性化粧品、シワが取れる、シミが取れるというものは、非常に安全性の検証が脆弱な状態で世に出てきているものがある。その最たる例が金坊さんのロドデノールなんですけれども、ですので、皆さんが、YouTube を見るでもいい、化粧品の何かを見るでもいい、最新のシワを取る化粧品、最新のシミを取る化粧品というものは、この第1層、第2層、第3層の人体実験って言っちゃいます。これが経てローンチされていない、市場に出ていない可能性が非常に高いので、いきなりそういうような新しい機能性化粧品に手を出すことは、私はちょっとネガティブな意見を持ってます。もう一点、実はですね、あるんですけれども、どうしてかというと、その化粧品は機能を謳えないんですね。ただし、間接的に謳っちゃってる化粧品もある。あの、メーカーのどこを読んでもシミを取る、シワを取るなんて書いてないんですけれども、潜在的に SNS とか、プレスリリースとかでそういうふうに思い込まされている商品というのもありますので、注意が必要だと思います。ただ、ほとんどの化粧品会社の方、まあ、あの、金坊さんにしても、このロドネノール事件が起こったからダメだということではないんですが、あの、やっぱりその後の対応が非常に真摯で誠実で、さすがにあの大手の金坊さんかなというふうに思っております。あの、逆に言うとですね、こういうような高機能化粧品が市場が伸びている、市場がそういうような高機能のものを求めている、それを供給しようというのは資本主義の本当の健全な姿で、それに乗っかっていった、今回のようなロドデノールの事件が起こらないわけはないんですね。で、その起こった後の対応が、まあ、あの、すごく上から目線なんですけども、まあ、あの、やっぱりさすが大手の金坊さんかなというふうに思います。起こらないようにしろっていうのは簡単なんですけども、やっぱり一番大事なのは何かミスを起こしたことの対応かなと思ってますので、その点はまあ今後も注視していきたいなというふうに思ってます。今日はですね、機能性化粧品っていうのは非常にいっぱい、右肩上がりで伸びている。
その中で参入する業者も多い。その中で消費者の我々はどういうふうにして機能性化粧品に付き合った方がいいのかということについてお話しさせていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。もしよければチャンネル登録と高評価の方、低評価でもいいですよ、評価ください。最後までご視聴ありがとうございました。でもね、やっぱり市場が求めてるんですよね。高機能化粧品、機能性化粧品っていうのは市場が上ってる。市場が求めてるんだったら企業としては提供したい。そこに、商業的チャンスを見出したい。これも普通のこと。で、それの物質を見つけたい。特許を取りたい。他社と競合に勝ちたい。まあ、それ全然普通のことなんですけれども。ただ市場に出るときにはね、医薬品の場合には、やっぱり第1層、第2層、第3層、すっごい、日本の場合はね、すごいチェック、機能が働いて出てくる。まあ、医薬品だからそうですよね。そうですね。うん。ただ、化粧品の場合には、厚労省の方も、やっぱりその、薬理作用はないという前提のもとで動いているので、安全性はもう担保されている。ただ、中には見つかった物質が非常に強い薬理作用を実は持ってた。うん、で、大規模に使われて実は分かった。それからその低濃度で実効薬濃度がないぐらいに多分薄めてるんですけども、それでも薬理作用を示してしまったっていう例ですね、これは。うん。なんかこういうのって、防ぐ方法ってあったりするんですか？多分ないと思います。これはね、やっぱりどうしても墜落しない飛行機って作れないんですよ、人類。どんなに科学を発達させても。同じように、副反応が出ないワクチンって絶対作れないんですよ。医学でも。墜落しない飛行機を作る。それから、何か新製品を人体に試してみて、予期せぬ事象が起こることを防ぐことってやっぱりできないんですね。同じようにその、例えばその、クロイツフェルト・ヤコブとか、狂牛病の一種なんですけど、プリオン病というやつも、やっぱり分かんなかった。それからエイズの蔓延もやっぱり分かんなかったんですよね。薬害エイズ事件とかですね。それを防ぐ方法っていうのはないんですけれども、それを知って予防する、まあ完全には予防できないんですけども、それを知っておくということは十分かなと思いますね。だから、高機能化粧品でみんな飛びついてるんです。シワが取れるとか、シミが取れるとか。ただ、その裏に、こういうような、国のシステムの問題とか、いろんな問題があると思います。ただし、化粧品の成分について、いや、薬と同じような審査過程を設けろって言ったら、多分、言い方は悪いんですけど、飛行機に乗る人に全員に何か起こった場合のためにパラシュートをつけろみたいな、そんなような意味合いがあるかなと思うんですよね。それって現実的に無理じゃない？本当はなんか事故が起こった時に、御巣鷹山に墜落しちゃった飛行機で全員がパラシュートつけてたら、多分死者は少なかったと思いますよ。でも現実問題ではないですよ。その、化粧品の成分に薬と同等な規制をかけるっていうのも現実的問題ではないかなとは思う。そうですね。うん、じゃあ、気をつけるべきこととしては、やはり、そういった、こう、特にこう、耳障りのいい、こう、そうなんですよね。そうなんですよね。あとはやっぱりその市場が、化粧品で、シミが消えるとか、化粧品で、フェイスリフトができるっていうふうに信じちゃっている層がそもそもこの市場を牽引してるっていう、そういう社会的な背景もあるだろうね。うん、そうですね、うん。やっぱりこう、たまにこうコメントでも、やっぱりこう楽して綺麗になりたいんだよな、みたいな、うん、やっぱりあったりするので。それはね、ちょっと責められないような気がします。自分自身だって、ないなと思うんだけど、そんなにお金があるわけでもないんですけど、た1日5分でできる年利 10% の投資術って、って見ちゃうもん。あるわけねえだろうと思いながら。年利 10% ってなんぼの投資よ、みたいな。そうですよ、ね。あるわけないんですけど、でもね、まあね、まあ多分、まあそういうような弱さとかにも、まあでもそれがあるからこそ人間って面白いのかもしれないですけどね。そうですね。うん